ってまいりました。筋なしです。似合いますね。似合いますねってね。はい、今日は女性でしょ、ゲストは。しかも美人、めちゃめちゃ可愛らしいですよ。その人に俺がこんなドロドロってどういうこと。なんかもう歯磨きとかして準備万端らしいじゃないですか。いや、まあ、もちろんキスとかそんなないですよ。ないですけど。誰もそんなこと言ってないよね。いやいや、筋なしやから向こうから攻めてきはるかもわからない。本日のゲストは鶴田真由さんです。どうぞお入りください。いや、どうですか、筋なしはご覧になったことは。はい、あります。あるんですか。すごい面白いですね。私、うん、全然筋なしっていう番組を知らないで、深夜つけたら、うん、鶴瓶さんとあの時は、ね、上野樹里ちゃんがいて、でなんだか分かんなくてドラマがやってるんだと思って見てたら、全然話が分かんなくて噛み合ってなくて、うん、なんだこの脚本かと思ってなんだこのドラマと思いながら見てたら、うん、筋なしだったって。よくぞ出てくださいました。なんか考えてます。考えてもしょうがないなと思って、何も考えてきてない。これがいいですね。お二人に演じていただきます。即興ドラマの設定はこちら、民宿をご用意いたしました。どうぞセットご覧いただきたいと思います。ただーザ・民宿です。あー、民宿やな。民宿って行かれたことあります？あります。あ、あるんですか。そこの民宿のお母さんに、はい、鶴田真由さんに似てるわねって言われて、よく言われるんですって言ったら、世の中には本当に似た人がいるもんだねって言われて、押し通したの。それをずっと押し通したの。ふざけた女やな。今申し訳ないと思ってますけど、当時本当に結婚する前でね、どのぐらい当時付き合ってる人と一緒だったので、で民宿でもいろんな人とご飯食べてみたいな。悲願に赤裸々なこと言うんですね。へえ、これすごいですね。本当に何の打ち合わせもなくこうやって始まるんですね。そうそう。まあ一応どうします、あのこれはね、中井が決めるよりも誰か決めてもらおうや。あ、そうしましょうか。そうですね。あの鶴田さんが中井入ってくるのか、僕が待ってるのか、はい、2人一緒なのか、それだけでも決めていただいたらいいなと思いました。2人一緒で、2人一緒に入ってくる、はい、そうか、ここにいてる、入ってくる、入ってくる、入ってくる、はい、あ、いいですね。一緒に入ってくる。行かれますか。あ、でも先行きましょうか。先ちょっとちょっと後から来はってもいいですし。はい、ではスタンバイよろしいでしょうか。それでは参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3。こんにちは、こんにちは、すいません。こんにちは、田中、こんにちは。あ、いたはれません。あ、そうですか。いたはれん、いたはれん。どっか出かけてるんですかね。いや、おかしいなぁ、3時に来る言うてたからね。私間に合わせ来たんやけど、誰もいてないのが、え、まあ、ちょっと待ちますか。まあまあね。今何時ですか。今これ2時45分ですから、あと15分ぐらいしたら来はるんじゃないかなと思う。ここの人がいてないのおかしい。いや、電話を入れてるんですよ、電話はね。え、あ、すいません、すいません。あ、 お客さんここの、はい、今日泊まることになってて、あ、きっとあれじゃないですか、あのご飯のおかずとか取りに行ってるのかもしれない。あ、そうですか。僕さっき釣りに行って、それからこっち、まあ、まあ素泊まりですけど。ああ、どっから来はったの。あ、東京です。東京から。はい。おかしいな。いや、前も来はったんですか、ここに。いえ、初めてで、あのネットで調べてきたんですけど、どんな旅館なんですか。
まあまあどんな旅館というとまあまあ、変わった旅館やったら変わった旅館ですし、で泊まるだけなんですよ。食べるのはね、はい、ちょっといつも行くなんていうか海女さんがずっとみんなやってはるところがあって、ね、そこへ行くんで行きます今日海女さんが。美味しそうですねそれ。海女の宿言うてね、そこが全部取ってきたものそこで食べるんで、ここの大将も用意してあるんですけどね。この辺は何が取れるんですか。これはもうここはアワビ。なんかネットで見たら温泉になんかちょっと特徴があるっていうふうに書いてあったんですけど、温泉はね、温泉はこれそこが先言ったようにあれなんですけども、入っては、いやこれごめんなさいね、私も温泉入る時は男女こう別々なんですけど、入ったら一緒なんですよ。男女別々で混浴混浴、いや男風呂か女風呂か言うてんのに、入ってきたらもう急にいたはんねんもん。いやまあまあ入り入りますの今日僕で時間は避けますよ。そうですか、東京から、はい、お一人で。そうなんです。ここへ、なんかな立ち入って聞くのはあれですけど、お綺麗ですよね。ありがとうございます。一人で。いやここのね田中さんっていうね、ここのご主人がものすごい占いが得意。ああそうなんですか。で私はその人に占いを教えてもらったんです。手相なんですけどね。いや今見ようとかそんな思いますが、手相ちょっとぜひ見てください。よしその初めてその生は私の素性もわからないな、あとの手触ってですね、なおたもあれ今ちょっと触らなくていいですか。やっぱり手はもう触らないとあきませんね、やっぱりね。いやちょっとまあ触らない触らない、だからそう、はい、これでこうしますけどね、最近別れはりました。最近どう出てます。大きな恋愛しあったんですな。そっち見せてください、そっち。私ちょっとこの頃痰がねおかしい。なかなか、いやー人間いろいろあります、いろいろあります。いろいろありますよ。まあよかったんじゃないですか、別れてその男とは。いやこんな立ち入って悪いんですけどね、よかったんじゃないですか。あなた知ってるんですか。いやいや、あなた知ってるで、俺は占いしか知らない。年上の男性が必ず良かったと思って、うちの旦那のことどんな人だか知ってるんですか。いい人だったか悪い人だったかあなたに分かるわけないじゃないですか。まあまあそりゃそやけど、まあ、別れた方が良かったんやって出てますね。別れた方がね、なんでですか。いやなんでですかってね、そういうのが出てるんです。なんで別れた方がいいと。別れた方が、手相がこうなって出てるのは別れた方がいいと言うて、この田中のご主人が言うて、俺知らんがねんな、もう。なんか急に流れたって、そう浮気やろ、どうせ浮気やろ。浮気やろ、なんかギャーさん女作ってどっか行くか行くよって、なやつは分かるっていいねん、なもんでね、今度は違います。いや違います。女なんか作ってない。女なんか作ってない言うたって、女は作ってない、女作ってないけど、どうせおんねん、そんなやつおんねんって。だからそれ、女は作ってないからおんねんって、おんねんってやっぱりね、あかん男にほんまに言ってな、そんな綺麗な顔してほんまに。別れた方が良かったよ、別れた方が。おっちゃん言うたら別れた方がいい、別れた方がいいねんてな。いやーよかった。それでいずれ現れる、いずれ現れる。私この年まで独身やけども、絶対、私ね新宿の母に言われて、
新宿の母に、この間俺も手相行ったら、この近々ええ人が現れる言うて言われて、でその相手は失恋した人、失恋した人と出会うとか、新宿の母って当たるな。もう一度言ってください。もう一度って何て言われたんですか。新宿の母が言うたんです。将来を決める人が現れるって言うたんですわ。私も言われたんです。で言われたんですか。はい。新宿の母に。新宿の母じゃないんですけど、池袋の母に。俺は新宿の母に言われた。もういいじゃ、分かった分かった分かった、あなたはね、新宿の母ちゃんと言って、あなたは上の名前が、いやそこまで当たるかどうか分からないけれども、頭文字が M って言ってましたわ。 M って、だその母も俺のこの M を見て言うたんかも分からない。せやけど頭文字が M やと。あなたは M ですか、 M ですか。新宿の母。私ね、池袋の母に、あの東京から北の方に行くといいって言われて、それでインターネットいっぱい調べたんです。そしたら東北の方にすごいいい旅館があって、ここの店主の人が手相が見れるっていうから、きっとなんかここでいい出会いがあるんじゃないかなと思って、それで今日ここに来たんです。僕最初にスッと入ってきはった時にね、えピカピカってM、Y ですか。 Y です。雪男です。私雪男 Y。 まゆみ。まゆです。まゆ、まゆか、まゆだったかな。まゆ、 M や、 M や、間違いない。まゆ、まゆか、まゆか。嬉しいな。ご家族は。ご家族はって、私独身です。あ、独身なんですか。おいくつですか。55です。55で独身。55で独身。違うかもしれない。家族はいますよ。家族はいます。家族はね、家族は何人、家族はそっちは何人と池袋の母は言いましたか。子供が2人いる。子供は2人います。兄の子供が2人、私は独身で兄の子供が2人。兄の子供じゃなくて、あなたの子供が2人。あなたの子供は今から。あなたじゃないかもしれないですけど。いや私ね、そんなに当てる人ですか、池袋の母は。私実はね、結婚してたんですけども、ある事情で別れましてね。分かんなくなってきた。いや分かんなくなってきたよ。で、真矢さん私ゆきよ、大手じゃないですか。真矢さん、私あんたが入ってきた時に、新宿の花言うた通りやなと思いました。もしかしてこの人じゃないかなって。真矢さん、勢いで結婚。いやいや、その前にまだ別れてないんですけど。あ、別れた。でも別れたみたいなもんっていうか。あ、別れてないの。あ、別れてないの。でももうそんな男は別れなさい。別れていいんですよ。そんなうじうじ言わないで。何年でも待ちます。新宿の母の言う通り、何年でも待ちなさいと言われてます。今さらこんな盛り上がってんのにほったらかせるなんて。1000万用意できますか。1000万
ちの旦那借金しちゃって、それで1000万作ってくれないと別れないって、そんな風に言われちゃって。それで私キャバレーで働いてるんです。新宿だが言うてました、真由美や言うて、真由ちゃう、1000万、1000万お願いします。1000万お願いします。田中さん、田中さんいませんから。はい、 OK です。これ絶対絶対性格出るよな。出ますね。めちゃめちゃおもろいこの人。面白いですね。こんな人なのこの人、社長、はい、こんな人なのこの人は。改めまして本日のゲストは鶴田真由さんです。どうもありがとうございました。いやー素晴らしいですね、はい、いやいやマジで面白い。この人と何本でもこう絡んでられるな思ったもん。いいように、これ絶対おもろいよ。見てみて、いいように手玉に取られた鶴瓶さん。ひどいわこれ。それでは早速いきましょう。はい、なんかな、立ちんって聞くのはあれですけど、お綺麗ですよね。ありがとうございます。え、一人で、ええ、何にも言ってもない。ストップストップ。ものすごいスケベなおっさんになってるやん。これ誰かが隠しビデオ撮られてるみたいな。そうやね。ドッキリドッキリみたいになってますよ。演技やこれ演技。でも鶴田さんが最小限のことしか言わないんですよね。だからあと俺が見ない。演技が短いんですよ。とにかく。かずるいねやもん。そうずるい。恋愛が大きな恋愛者あったんですな。ああ。そっちそっち見せてください。そっちこれうまかったよね。こんなずるい顔隠してずっと物考えとんねんこれ。こんなずこんなず泣き声出してやで、ふーってこのおっさんのあっとこてなもんや。ねえ、こんなもんこっち困るよ。やっぱり女の涙に弱いんですか。いや弱いっていうか、これこんなもん女の涙でも何でもない、ブレイクするためにはね、ちょっとだけやな、休んでる涙や。女の涙じゃないわけ、これ休んでる涙やけど涙を利用しとんなんか展開をつけたいなとはすごい思って。この展開はすごかったわ。これでもまさか泣かれると思ってなかった。はい、私もそう思いました。もうこれもひどくないですか。このカーっていうのは。鶴瓶さん今何やってるんだろうな。だからもうよくあの年いったタンカラモさんね、あれをやってるわけ。ああ。それがまた長いんだもん。こんな泣かれたらなんかこっち向けないとしゃあないから。堪能て。どうすんのここ。飛行機の中で9時間ぐらいこんな堪能と聞かされてで、ハワイから帰り最悪やん。ファーストクラスでバーねえヤギかでも俺それが今生きてるとして芸として生きてるわけ。何かに使わないとね。素晴らしい。ねえ困った時の目。別れた方がいいと言うて、この田中のご主人が言うて、俺知らんがねんな。もうえっ急に泣かれたってそらそらそら浮気やろ、どうせ浮気やろ浮気やろ。なんかギャーさ女作ってどっか行くか行きよったんじゃんなやつ。分かるといいねんな。もうでね今度は違います。いや来た鶴瓶さん煽ってるじゃないですかこれ。見てこれ、これ見てこれ、このスナップ聞かせて、これ見て、これ撮って、これ見てみ、このスナップでパーって泣くわ怒るわで。だからその瞬間に考えてんねん。別に考えてへんねんもん。これが言われた時にふって言うからもうバーってこんなこと、こんな勇気ある女珍しい。頭文字が M って言ってましたわ。 M ってだ。その母も俺のこの M を見て言うたんかもわからん。せやけど頭文字が M やと。あなたは M ですか、 M ですか。M でーす。ここもね、M で S ですよ。これはもう、俺が S ですからね、この人。この人が S ですから。当たるなぁ
新宿の母。私ね、池袋の母に東京から北の方に行くといいって言われて、それでインターネットいっぱい調べたんです。これうまいよね、こういうのありそうですもん。ありそうやもんな。、うん、これうまいわ。私こっから、うん、この間野田秀樹さんの芝居で、うん、蒼井優ちゃんが大嘘つきの女っていう役になったんですよ。あ、はい、あれになろうと思って、コロコロ変わって嘘ばっかりつく女の子になろうと思って。あったら、あ、そうですね、もうなってるやん。完全になってるやんか。あの M ですぐらいから、あのキャラで行こうと思ってたんです。私独身です。あ、独身なんですか。え、おいくつですか。55です。55で独身。55で独身で違うかもしれない。すいません、あんだけ喜ばしてんねん。おい、平原せよ。嘘でもなんかぐずっと崩れていきそうやね。あ、悪い。手玉に取られたんや。そう、ほんま、綺麗に手玉に取られていく様が、うん、ドキュメンタリーのようにここで。かわいそうに。かわいそうな展開ですよ、ま、今さらこんな盛り上がってんのにほったらかせるなんて。1000万も用意できますか。最低なことを口に出したら、最低な言葉を口に出してしまった。これ私この途中から前某プロデューサーに一回悪女をやらせてみたいなって言われたことがあって、悪女になろうと思って、最後1000万っていうのは途中から考えてたんですよ。どのタイミングで言おうかなと思って、悪い人になりたかった、悪い女になる。十分なってるよ。十分なってるよ。上げ方がだって、ね、そうそうね、もう、あ、そう、どうぞ、もうびっくりしたよ。もうだんだん逃げていくよこの人。前にちゃう。1000万。1000万お願いします。おかしいやろ、お願いしますって。おかしいやろ、お願いします。何の権利があって、俺がそんなもん払わなあかんねん。1000万お願いしますって。こんな人なの、この人ね。え、意外でしたね。もう意外も、もう分からん、誰を信じて生きてる。誰を信じて生きてる。1000万お願いします。よかったな、こんなもうボコボコにされた初めてやろ。うまい、すごかったね。また悪い人やわって言いたくなりますね。それではタイトルを、はい、あ、タイトルね、タイトル悪い女。悪い女ね、もう悪い女ね、もう悪い女としか言いようがない、はい、もう計画的に民宿へ1000万借りに来てんの。そうやで、その美貌をね、その美貌を利用して、その美貌を利用して1000万借りるのに来てんねん、自分で。そう、絶対結婚してないもん、してしもしないのに薬指に指輪入れて、してないよもう結婚。私もそう思う。詐欺や。